します。今日はこんなものを用意しました。なぜかドブロックスにさ、鎖をつないで大食いするやつあるじゃん。それを実際にやってみたらどうなるんじゃいと。楽しそうじゃないと思っちゃったの、ママ。それでできれば24時間やりたいんだけど、もう今夕方なのよ。24時間やるってことは明日学校にそれで行くってこと。どっちの学校に行くの？ちょっとみんな腰につけてみて。こういうやつもあるの？こういうやつか。ジェニーの新しいやつ。これがスタッフ。なに？ダメだよ。ダメ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 。誰がどこに繋がるか結構重要よ。そうだね、パパがリーダーだもんね。で、カホ右左。だって。ただのローヤでさ、そう思った犯罪した人かな。あい、あい、あい。なんでそんな。わあ、これ発見した。切ったらもう終わりかも。絶対切れないよこれ。ジュレジュレ。はい、つなげてつなげて。逃げるな逃げるな。そう、ほら、これちょっとロボロボロっぽくない？これで24時間明日学校どっちの学校行くかじゃんけんで決めようか。絶対職場で。パパの職場って言えじゃん。あ、意外と緩いからぐるぐる回れるんだね。そう、楽でしょこの動画。何でも好きなことしてもらって構わない。今何時？はい、5時半。夜ご飯まだだね。おやつは何か食べるの？痛い。ちょっとお腹は小腹減って疲れてる。よく使えば。おやつ食べたいってカホが。おやつ行く、おやつ。なんで二人して抵抗すんの？滑ってる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 。手つなぐよりは楽でしょ？そうでしょ？パパ自分のだけ持ってくんかい。違う外に出ないと、うん、あ、中に置くんだ。じゃあ手カホ入れる。せいはおやつあんま食べないんだよね。せいポテコあるよ。じゃがりこ、じゃがビーとか。じゃがりこ食べたーい。カップ麺はちょっとやりすぎじゃない？5時半は。ちょっとかおちゃんもそのまま。あ、狭い狭い狭い。すっごいすっごい人口密度が高い。パパじゃないの？真ん中だから。せいが黙ってるけど、せい。何でもいいから取っておいで。ポテチでも何でも。私にジャガビー取って。せい、ジャガビー取ってだって。ああ、カホはジャガビー。せいは？ご飯。納豆ご飯？じゃあそれみんなで準備して。
ちょっと食べ過ぎじゃない ?5 時半にしては。あ、メロンがあるよ。これさ、誰がどこに座るの?これ大切よ。そしたらパパ後ろじゃん。じゃあせいこっち。あー、そっか。あー。おー。素晴らしい。どうしたせい、どこが痛い?ちょっとチェーンがチンチン。チェーンがチンチンに当たってみたい。ちょっとだけ許してください。プロテインの成果となる。成もあれじゃない。フォークがいるから。成の牛乳入れちゃうよ。まだだって。メロン先だって。同じやろ別に。牛乳先読んでメロン食べる。カホちゃんの意見に弱い。これ苦手。あ、急げ急げ。スピン、スピン。ていうかパパさ、パパなんでプロテインあそこに置いたまんまにした？だいぶ動かないといけないじゃん。いただきます。どうぞ。これでおやつはなんとかみんなで仲良くうまくいきましたね。何にしてカフェちゃんが抗議をします。こんなにプラスチックを使ってるのに中はこれしか入ってないって言ってます。ゴミしか入ってないんだよ。カナダってねプラスチックの使用にすごい厳しいから結構やっぱびっくりしちゃうよね。カナダって気管隔離で言うと。あれせ牛乳先に飲むんじゃなかったの？結局メロンから先に食べる。美味しい。めっちゃ美味しい。うましい。だから食べに行く。みんなで行くしかないんじゃない？せ何？もう行った。でも今も鳴らしたら臭いでしょ。もう顔が遠い目してるよ。その話何って。うちとせはいけるの？端だから。あ、待っててって言えるってことか。ちょっとだけ閉めてね。じゃあパパはそうなの。パパじゃないんだ。私とやったら虐待になるから。せいとやっても虐待だよね。どっちもあれがあるから大丈夫。どっちもあれがある。いや何を言ってんの。カホちゃん、おい、おやつ食べ終わったそうで皆さん。この後どうします？みんなで何かして遊ぶ？何も。飛べないでしょ、これじゃ。じゃあ何する？やるべきことをやる、それだけですよ。何やるべきこと？いろいろあるんですよ、家のこととかね。せいだってまだ勉強しないといけないし。あ、せい何宿題あんの？ちょっとした復習が残ってるでしょ。母は宿題は？ほとんど終わってる。ほとんどってことはまだちょっと残ってるってこと？え、じゃあみんなで勉強するか。勉強をするっていうのもいいタイミングなのかもしれません。何にする？何にする？何？せいが遊ぶってやっぱりだって遊べないから。これみんなでそっちに出て回るとかさ、ぐるぐる休憩。それがパパのやらなければいけないことにも付き合ってもらわないといけない。いろいろなんだ。家の方のゴミを出したりさ、ゴミを研いだりさ、いろいろあるぞ。まだやんないで。おばあちゃん、ゴミ洗濯。あ、ちょっと待って、でも6時だ。夜ご飯どうするか考えといた方が良くない？みんなで用意する感じでいいのかな？え、なんてオーダー？いや、別に3人繋がってても料理くらいできるっしょ。無理無理だろ。カレー作る？カレーはちょっと無理無理やろって。俺らがやれるのはなんかちょっとした手伝いぐらいしかできないよ。だってこんなおっさんの。いや、無理汗した。え、ママが作るの？メインチェえ、何作るの？それかオーダーでも。それでオーダーでも。何それ、オーダーがいいってこと？だって作るのはどうせママだってパスタしかないでしょ。パスタしかないでしょ。え？ママちょっと怒ってる。
だって実は週末だったらいつもパスタじゃん。そうなんだよね。週末はもう全然準備しないからパスタだったら作ってあげるよ。え、オーダーがいいの？いや、俺はどっちもいいかな。ママ次第。だって作るのも俺ら手伝ってくれんの？ちょっとした手伝いしかできない。塩を振る。野菜切って、水を出すとか、お湯を沸かして、これはだって炒めて。砂糖はちょっと危ないから。でも3人で並んでやったらいっぺんに終わるじゃん。ズッキーニとブロッコリーとトマト。危ない。だ私がトマトだろ。危ないよ。危なくないよ。やべえ。こいつが料理できないキャラにしてんだよ。こいつって言わない。料理ができないから悪い。え、どっちがいいの、カホは？カホはどっち？カホはもうどっちでもいい。もうちょっと飽きた。ちょっと。結構週末でパスタ食ってるから。じゃあ違うもの作ろうか。いや大丈夫大丈夫。ライカ。うどん。うどん。OK、じゃあまあいいや、オーダーするんだったらもう別にいいや、何も考えない。 OK、OK、じゃあやることやろう。パパのやりたいことやっていいよ。よし、行くぞ。おっぱい、おっぱい、おっぱい、危ない危ない、一緒危ない、ちょっと傷つく床が。俺がやだったらみんな OK。 ママ、怒るぞ。ママ、偉い。パパ、偉い、下げてる。セーモン、セーモン、セーモン、ギュギュ。ちゃんと偉いね、うちの子は。当たり前か。当たり前よ。当たり前だよ、こんな食べたらありがとうございましたと言ってあげる。てか、カホ細いすぎてブッカブカなんだけど。みんなちょっと壁だけ気をつけて、チェーンが当たらないよ。待って、ジャガビ音。パパ、パパ、周りを見ないとジャガビを直そうとしてたんだから。何するの、パパ？これちょっと持って。それ黒だっけ？全然持ってよ、これ。パパが持ってばよくない？パパがやりたい。頑張れ頑張れパーパー。なぜカホセーブついていかなきゃいけない。あ、トイレ行きたい人いるんじゃない今。ケンちゃんな。ケンちゃんな。パー、ちょっとトイレ行ってみてよ。いや、無理だよ。どうなるか、ちょっとトイレ。無理だよ。カホの前に立ってみて。ほら、これ厳しいじゃん。本当だ。絶対無理なんだって。前向いてやればいいんじゃん。そう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 、ほら。タッチションがで、あそこ電気消してよ。うるさいよ、うるさいよ。当たり前の声。ちょっとマッドルームも。うるさいなって、電気は消して。筋トレか、下で。ムーン。筋トレしたいのはママだけだと思うけど。ご飯を食べたりとかもしないといけないんだけど。明日の朝ごはんね、あとででもいいんじゃない。だってこれどうせつけないといけないんじゃん、ずっとか。じゃあご飯といで。やってみるよ。そりゃパパの方が体重が重い。でも二人がかりだったらいけるかも。無理だ。お願いしないとみたいに。ちょっと怪我しないでよ。じゃパパお願いしたらいいじゃん。お願いします。危ない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 。無理したらダメなんだ。これはダメだ。ちょっとお願いします。ご飯溶かないとダメなんです。もういいから。多分これ3
杯入れて。なんで私だよ。疲れた。動くだけで疲れる。だって引っ張り合いしてるからさ。疲れないこれ少ない。すり切り3杯お願いします。少なければ少ないほど柔らかくなるってことだね。いいよ。いや、なあ、それじゃない。違う。振り切れってわかる。こうやってピーってやって。やめて。いやいや、別に水で調整するから。何今の。モリモリになってたよ。こういうのわかんない。うん。一応。あらさい。やってる間二人はぼーっと待ってます。やっぱ一周。おい、携帯倒れた。取れた。パパがやってる間、カホは携帯。せいは貸してって言えばいいじゃん、パパに。大丈夫。カホの衣装ないよ。こっちも。おい、せい。パパの携帯返せ。持ってない。パパの携帯返せよ。持ってない。セクハラ。危ない危ない、チャイムがあるから、ちょっと。セクハラ。パパの携帯どこ？なん？いらないよ、携帯なんて。何？携帯中毒？携帯なんてダメなやつ？いや、ママに言われたくない。勉強性が残ってるかな。じゃあ性の勉強取りに行こう。それをちょっとやった方がいいかな。かほちゃんの勉強はなんか携帯でもできるんだって。携帯できるオンラインにあるから携帯でできる。性の勉強道具どこだ。聞いてみればなんかこう紙が欲しいんだよ。紙取りに行こうよ。携帯よし、あっち。じゃあこれちょっと待って。よし、かほは本当に勉強してるのか。背景読んでんじゃねえのか。最近ちゃんと開いてる。本当。最近ね、カホちゃんの仲良いお友達がハイキューが大好きで、おしゃべりするためにカホもハイキュー読んでんだよね。ハイキューとセイの花子さんを読んだから。カホとセイの宿題用意ドン。More moments later。 ちなみに俺の携帯はどこ。知らない。さっき撮ったでしょ。撮ってない。バレてるよ。もともとどこあったの。いや、俺のポケットに入ってた。そうだっけ。すられやすい場所だね、それね。どこですられたんだろうね。携帯いるの。だって夜ご飯、ウーバー揃うんじゃないの。ママが作るんじゃないの。いやいや、まあ、だっていつも作るパスタはもう NG 出てますから。なんで嬉しそうに NG っていうのは。もう一生作んないよ。いやいやいや、そう。もうママパスト一生作んない。そういうんじゃないよ。パパにはもう一生作んない。いや、だからちょっと携帯でさ頼めないよ。いいの。あ、ママの携帯で頼もうか。いいよ。何頼んだっけ。デリバリーフィーが何食べたい。みんなパパのやつはサブスクしてあるんだけど、ママのやつサブスクしてない。早く出してよ。だってすられちゃったんでしょ。ああ、それはいやそれは声が。ママとセイが吸ったんだろう。早く出せよ。やんの。早く出せよ。出せよ。You have no evidence。 まあいいよ、じゃあウーバー使って。美味しいウーバーなしだ。カホ何がいい。ゲームやってる。ゲームやってる。あ、ゲームやってる。こうしたウーバー頼もう、ママの携帯で。デリバリーフィーがかかるからもったいないでしょって。早く出して。はい、来い。だまカホ携帯の場所分かってる。知らん。ママもガチで知らん。知らん。どっ
んないと思う。行ってみよう行ってみよう。すられたんでしょパパ。イタリアで。イタリアで。ちゃまえや。家にスリなんていないよパパ。怖い怖い。えいよ。怖いよ。ちょっと。いや。おお。ええ。ちょっとやめ。お尻が出てきた。早く出せよ。怖い。そんなとこママ開けてた。ずっとここにあったよ。そのままタッチしたと。やっぱこのベルトはすごい。次に渡してあげてもうるさいからおじさんが。はい、渡せや。はい、ちょっと勉強に戻りながら部分が使うから。パパのことを落ちくるの。楽しい。パパ可愛いと思う人。怖い。こういう時可愛い。パパ。可愛い顔して。さっきみたいにこうやって必死に携帯撮る時みたいな可愛い顔。今ピンポン鳴りましたよ。来ましたか。うん。ご飯が来た。そう終わった？終わった？お腹すいた？ご飯取り行こうご飯。もう慣れてきたね。椅子に座ってる分には何の問題もないもんね。おー、みんな仲良し。来てる？来てます。冷た。アマゾンもある。じゃあアマゾンママが取る。ママアマゾン取ったら行くから。あ、気をつけて気をつけて。ダンが。ご飯だご飯だ。出そう出そう。カホは座ってるだけ。ダンと二人が動く。焼き鳥焼き鳥。じゃあみんな配ってパパみんなに。じゃあママ優しいからお箸と鶏皿。え、優しくない。え、自分たちでやった方がいい。自分たちでやりたい。余裕ないよ俺は。そんな、ちょっと待って。水どうした。何が欲しい。あ、全員に水。私は動けない。何もお願い。それとつないで動画撮ってる意味ないじゃん。何やってんの。わかったよ。俺もビールの禁断症状が出てるから無理だわ。ビールは持ってこない。ガチチーズって。ビールは。なんて。ビールなんて。ビールは。ビールは。ビールは。ママカナダ人だから日本語はわかんないんだよね。ビール。デザインが変わったのか。あ、ビールのデザインが変わったのか。いい加減にしろよ。うるさいよパパ。おじちゃんこれビール飲んで変なことしてリタイアしたらコメント欄大荒れですよ。パパがビール飲むとうまくいく。じゃあちょっとビールいただきます。ビールいただきます。はい、音がいいよ。それともお皿にも乗っちゃう。はい。ご飯欲しい。あ、ごめん聞いてなかった。もう一回いいよ。もう一回どうぞ。いやもうちょっと取ったでしょ。ママの手がこうなってたかも。いやせいはご飯いる。うん、くもも。はい、もちろんです。どうですか焼きそば。普通にうまい。カップラーメンとかとは違う味。やっぱりちゃんとして焼きそば。いきます。はい、みんなにドルマ野菜してください。美味しい。グリルで焼かれてて美味しい。美味しい。これ牛たたき。牛たたき油が多すぎる。ちなみにこれはパパちゃんが大好きなさつまいものフライ。うまい。
じゃあママもいただきます。 Much later. パパ、セイがベルト緩めてほしいって。お腹いっぱい、お腹いっぱい。自分で言うの？ちょっとお腹痛いな。え？ちょっと嫌な発言しないで。本当の時の顔してるから嫌だ。ちょっと本当に。だってそうもしない。ビール飲みすぎたんじゃん。一本しか飲んでない。関係ないこれは。ママ。は？ミャオ。うん。おしん。いいよどうぞ。パパがトイレで？いや私が渡すよ。え？パパトイレ嫌なの。パパ本気でトイレなの？100% が本気だとしたらどれくらい？バッチジュー来てる、はい、バッチジュー来てる。お出かけやん。じゃあ、セイが入る。セイがパパと一緒に入る。これでまたコメントでビール飲んだからうち行きたくなったんだ。本当に行くの？顔行きたいけどね。我慢できる？いやそりゃさ、我慢はさできないことはないけど。じゃあ我慢して、うん、じゃあ我慢して、うん、とりあえずじゃあここ片付けちゃおうか。え、だってほらみんなで片付けないと。これじゃ動けない。動けるよ、3人で一緒に動けば。パパは今から立ったら出る。立ったら出るの？だって我慢できるって言ったじゃん今。じっとしてるのね。知らないし。じっとしてないと出るの？それだってね、肛門に刺激が入る。肛門に。ちょっとじゃあ立ってみてよ。いやいやいや、やだよ。じゃあずっと何？明日までここ座ってんの？いや、緊急事態だよ。緊急事態じゃないよ。パパ何やってんの？え？怪しい動きしないで。じゃあこのままにしとくわ、今日。イエーイ、入る入ってくる。What please?なんかママ飯ママだよ。走るなんて。え、でもこの後どうするの？いつもだったら夜ご飯食べ終わったらお風呂でしょ。どうやってお風呂入るの？ちょっとお風呂入んなくてもいいか、さ昨日入ってるし。いや1日くらい大丈夫でしょ。いやパパ何やってんの。絶対みんな手をつかんで。え、ちょっとちょっと、え、パパ何やってんの。いや俺外してないよ。つながって守れ。ちょっとあ、消えちゃった。せいだけじゃ一人で明日学校に。それで最悪や、最悪や。結構硬いんだよ、取れる。あー、せいはまあ明日これで学校に行きます。ありがとうございます。じゃあみんなにお別れしますよ。せーの、バイバイ。明日学校にそれで行きなよ。